グラスベガスはスコットランドグラス号出身のインディーロックバンド。2008年9月にリリースしたプラチナデビューアルバムグラスベガスはイギリスのアルバムチャート2位となり2009年9月にマーキュリー音楽賞にノミネートされた。同アルバムは北米とスウェーデンでより高い評価を受け、スウェーデンではゴールドディスクとなる。2008年12月1日。 トランシルバニアで6曲を収録したクリスマス EP スノーフレークフェルもさらに高い評価を受ける。2011年4月4日、サンタモニカのビーチハウスで収録したセカンドアルバムユーフォリックハートブレイクをリリース。同アルバムはイギリスで10位、スウェーデンで1位を獲得。数ヶ月後、ソニーを離れることとなる。この時点で 中国へのツアーを含め2回の世界ツアーを回り、北米では7回ツアーを行っている。2013年6月には BMG とレコーディング契約を結んだことを発表。3枚目となるアルバム、Later w ン e n the TV Turns to Static を2013年9月に発売。ありがとうございます。